こんにちは、リグナインテリアです。今日は家具の選び方シリーズということで、ダイニングチェアの選び方についてお話ししていきたいと思います。ダイニングチェアはソファーと同じく使用者の体に寄り添い、体重を支える重要な家具になりますので、機能面や快適性が求められます。また過去から現在に至るまでデザインが豊富にあり、良いデザインのチェアはその空間のアートピースになります。ですので適当に選んでしまって後悔しないように、この動画でどのような形状のチェアがあるのか、使用シーンなどを踏まえつつ、購入前の予備知識として参考にしていただければと思います。まずはチェアの素材についてです。チェアの素材は木材や金属、それからプラスチックなどがあります。チェアに使用される主な木材はブナ材とかウォールナット材、オーク材などがあります。これらはフローリング材とか家具にも使用されるものが一般的になります。そのためご自宅のフローリングや家具の木材と揃えて統一感を持たせることが可能です。金属はスチールというものが一般的で、主に足や構造に使用されます。クロームメッキというものが施された銀色の素材や黒に塗装されたものがあります。プラスチックは座面に使用されます。色も形も豊富で軽いです。お手入れは水拭きや家庭用洗剤を使用することができますので、とても気軽にできます。チェアの座面と座面高についてお話しします。チェアの座面は板座面やプラスチック座面、それからペーパーコードが編み込まれたものやクッション座面のものがあります。板座面はフラットなものと、お尻の形に削り込まれたものがあります。お尻の形に削り込まれたものは体の曲線に沿っていますので、長時間座っても疲れにくいといった特徴があります。個人差はありますが、フラットな座面のものは長時間座っているとどうしても疲れてしまうんですが、座面がフラットなのでサイドテーブルとか台にするといった使い方もできます。板座面はもしジュースや水などをこぼしてもさっと拭くだけで簡単にお手入れができるのも特徴です。プラスチック座面も同じくお手入れがしやすいのも特徴になります。ただプラスチック素材というのはどうしてもソファーとかテレビボードといった他の家具に使われる素材ではないので、空間に統一感を持たせるという意味合いでコーディネートには気をつける必要があります。ペーパーコードというのは専用の紙をこう寄って強度を持たせた紐になります。これを座面に編み込んで使用します。紙ですがかなり丈夫になっています。長時間使用するとしなりが出てきて、どんどん座り心地が良くなっていきます。クッション座面は座面の土台にウレタン製のクッションを貼り、その上を生地でコーティングしたものになります。生地のデザインを変えればバリエーションはとても豊富になります。この中では一番体に負担をかけない座面かなと思います。椅子の貼り生地に関してはファブリック、合皮、レザーといったものがあります。デザインが豊富にあるのがファブリック、お手入れが特に簡単なのが合皮、フェイクレザーになります。長寿命でかっこいいものが本革、レザーになります。貼り生地に関しては前回挙げたソファーの選び方というところでも解説していますので、よろしければそちらもご覧になられてください。ダイニングチェアの座面高は、日本で企画して販売されているものは41センチから44センチくらいのものが一般的です。海外ブランドのチェアは44センチから46センチぐらいが一般的かなと思います。これは体格や生活習慣によるところも大きいので個人差があるのかなとは思いますが、テーブルの天板の位置と、座面高は28センチから29センチぐらい差があると理想的と言われています。次はチェアの背中についてです。背中はハイバックと呼ばれるものと、ミドルバックと呼ばれる少し低いものとがあります。ハイバックは肩まで支えますので、もし長時間ダイニングチェアに座ってくつろがれることが多いという方でしたら良いかもしれません。ただ高さがどうしても高くなってしまいますので、配置によってはお部屋の視界の妨げになる可能性もあります。ミドルバックは背中の中央付近まで支えてくれます。ダイニングシーンでの使用ということであれば、ミドルバックの高さで一般的には良いのかなと思います。
ダイニングチェアは正面で見るよりも背面で見ることがとても多い家具になりますので、どんな見た目になるのか、背面のデザインは気にしてほしいポイントになります。次はチェアのアームについてです。チェアのアームはアームチェア、セミアームチェア、それからアームレスの3種類があります。アームチェアはこう肘掛けがあるおかげで、いろんな体勢になりながらくつろぐことが可能になります。正面に向いて座る以外に、こう斜めに座ったりすることもあると思うんですが、その時にも体重を支えてくれます。使用しない時はテーブルの内側にこうチェアを入れたいとおっしゃる方もいると思うんですが、この場合アームの高さに十分に気をつけて見てください。アームの位置によっては天板にどうしてもアームが接触してしまうということもあって、中に入らない場合もありますので、気をつける必要があります。アームレスチェアは立ち座りの動作がとても多い方におすすめしています。立つ時に椅子を引きますが、その引く位置が少なくて済みますので動作が楽になります。ですので、例えば動線確保の観点から少しでもダイニングスペースを小スペースに使いたいといった場合は、アームレスチェアが特におすすめです。セミアームまたはハーフアームというんですが、こういったチェアは最近特に人気があります。アームチェアとアームレスチェアの良いとこ取りをしたデザインになります。一部はテーブルの天板に引っ掛けることができますので、お掃除ロボットのあるご家庭にも大変好評です。次はチェアの重さについてです。椅子を購入されるとき、座り心地とかデザインというのは皆さんも注目されるかもしれませんが、重さも気にしてほしいポイントになります。極端に軽ければ良いということではないのですが、毎日使用するものですので、一度お店で押したり引いたり、試されることをお勧めしています。金属を使用したものは重たくなりがちです。また木材でも構造によっては重たくなります。ペーパーコード座面やダイメトロールといって内側にシート型のバネを使用したものの座面に関しては、丈夫なのに適度に軽いので片手でさっと動かすことができます。最後によく質問されることなんですが、チェアは同じデザインで買い揃えた方が良いかということに関してお話します。ショールームにいらっしゃるお客様によく質問されることがあるんですが、ダイニングシーン、ダイニングセットを購入されるときに、チェア4脚を全て揃えた方が良いのでしょうかというものがあります。これに関して言うと、正解が一つということではありません。もしモデルルームのように統一感を重視して、少しでも生活感を減らしたいということが目的の場合は、チェアは4つとも同じものを揃えることをお勧めしています。それとは別に、ダイニングに少し個性を出したいとか、カフェのようにカジュアルな空間でリラックス感を持たせたいといった場合は、4脚全部か、2脚ずつ別のデザインにされることをお勧めしています。別のデザインにされる場合でも、素材とか高さ、それから生地ですね、そういったものの要素に統一感を持たせるということを意識されると良いと思います。さて、今回はダイニングチェアの選び方ということでお話をしていきましたが、いかがでしたでしょうか。もしご質問などございましたら、お気軽にコメント欄に入れていただくか、リグナのオンラインショップで、ご質問いただければと思います。リグナは東京の日本橋エリアにショールームがございます。ダイニングチェアも多数展示しておりますので、お近くの方はぜひ遊びにいらしてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。Thank you.